新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということでですね、21年目の NKW になりましたけれども、2023年最初の YouTube ライブショーです。イエーイ。ということで、今日はですね、キングペンギン選手と、GT 選手うえと NKW のスタッフの何さんだ。はい、NKW スタッフです。すいません、今日は、はい、声だけで失礼いたします。はい、もう今日明けおめ、皆さん正月から元気ですね、うん、あはい力あり余ってるんじゃないですか、正月休みで。お元気ですか。そうですね、正月太りのカロリーをこういう感じで消費していかないと、ね、うん、やっぱ今が一番ビルドアップする時期だからね。本当そう、筋トレとかじゃないの、うん、お餅をとりあえずね許されてるんで、うん、お餅解禁なんでね、まあ、とりあえず僕はね正月から毎日シックスパッドやってますから。おー、すごい。マッチョやマッチョは、シックスパッドは良くない気がしてきたあんまり言わない方がいいかもしれないですよねはい、ということで、本日はですね、昨年の12月25日 NKW20 周年公演レッスルスター、WX こちらの、振り返り、配信になります。おい、はい、おい、みんなの写真でプレイバック NKW コンフェッションということで、今回はですね、まあ、全8試合ありましたんで、やっぱりボリュームが多いということで 2週に分けてお届けしたいと思います。今回取り上げるのは第1試合、第2試合、第4試合、そしてメインイベントというこの4試合を取り上げたいと思います。おー、いいですね、うん、はい、今回ね、その第2試合に出場した、GT 選手、そして、はい、戦ったチョコトシタイナー選手、キングペンギン選手に、お越しいただいております。よろしくお願いいたします。メインイベントですね。はい、ということで、早速コメントの方も、来ております。つよぽいさん、GT さん、チョコさん、ペンギンさん、こんばんは。こんばんは、どうもよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。来週いわき、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだ、もうスタッフ流れたんですもんね、はい、そうですよ、はい、はい。チョコさんとペンギンさんが、いわき出場するということで。そうですね、僕ら、はい、僕らが出ます。はい、はい、あと岡戸選手もね出ますから。あ、そうですね、はい、こちらちょっとね、後ほどインフォメーション当たるのかな。そうですよね、 GT さんの敵討ちに行きます。よろしくお願いします。 NKW 代表してお願いします。なんかでもタッグ組むっていう話になってるからどっちを応援すればっていうのですけど、さ、まあまあまあ、もうボコボコにして、じゃあ僕と GT さんで出ます。よろしくお願いします。いいですね、ちょっとそのあたりもね、あの写真を見ながら詳しく振り返っていきたいと思いますが、はい、まずは早速、はい、こちらの試合からいきましょう。第1試合さ、トルネードハンディキャップマッチ、細子千龍介 VS WX with スカーレット千女ということですが、うん、こちらまあこれ誰だったかっていうところから、見ていきたいと思いますが、いやまあでもあれですね、その前にやっぱ3対1のカードをよくやっぱ細星天人は飲んだなって思いますね。いや、もう懐がでかいですよね。確かにそうですね。これ今なんかこのあたりの試合はもうカードっていう感じではないですよね。なんというか現れた人たちとやってるみたいな。試合じゃないと。どうなんでしょう。プロレスなのかっていうところから疑わしいなという感じがしますけど。まあ、NK そういうことありますからね、結構。YouTube、でもその試合前に上がった YouTube の動画含め、試合中も含め、うん、なんか当たり前のようにスカーレット戦女をこう出されたんですけど、誰なんだっていう。みんな、あれ知らないの俺だけなのかなちょっとなんか、1と2見てないから、からちょっとわかんないみたいな。そうですね、スカーレット戦女、一応10月の、公演の中で、別次元のミスターマネーがスカーレット戦女を頼んだというところで名前を出していたというぐらいの情報ですかね。私もそれ以上はちょっとわからないんですが、まあ、これがスカーレット戦女ということで。ああ、なるほど。はい、俺、一回文字見たとき、戦場の選手が来るのかと思いましたよ。確かに。プロレスラーの文字は戦場なんですよね。うん、スカーレット戦女になっちゃったね。はい。はい、スカーレット戦女。そして、うん、スカーレット戦女に、引き連れられて出てきたのがこの二人。うん、なんだっけ、名前がですね。スプリーム。
あ、そうそう、スプリーム仙人とシニスター仙人。シニスター仙人。これは別次元の仙人。そうですね。別次元の仙人、お互い知らない次元から来てるはず。で、すごいな。スプリーム仙人の方がこのでかい方ですね。シニスター仙人が小さい方。小さいって言ってもでかいんですけどね。でかかったですね。どれ、あれですね、この次元にどれくらい前から入ってたのか気になっちゃうんですね。ああ、確かにそうですね。前乗りなのかね、当日入りなのか。そう。仙女の話によると、元の次元は消滅してるはずなんで。ああ、じゃあ滞在してるんですね。っていうことで。ああ、なるほど。うん。そうか。今までじゃあしばらく姿を消していたのかっていうところ。バルタン星人みたいなことになってる。ああ、でもやっぱ僕ね、僕らには分かんないけど、もしかしたらじゃあこの格好でずっと生活してた可能性がありますよね。そうですね。仕事とか決まるまではやっぱずっとこの、服しか持ってないわけですからね。確かに。それかターミネーター式に服を手に入れるしかない。ああ、なるほど。確かに。人知れずどこかで犠牲が出てるかもしれないですね。でもあれですか、やっぱり別次元のやっぱ仙人選手がいるってことは、別次元のこう両選手とか、なんか小谷智弘選手とかも、まあやっぱ別次元してる。ちょっと待って、LD や別次元の前にこの次元の人たちがどこ行ったのかなんですよ。そう。まずこの次元から再生しないと。すみません。全然関係なくて。本当に。はい。ということですが、ごめんなさい。コメントもいただいてました。はい、強ぽいさんから、いわきよろしくお願いします。あ、お願いします。そして、あきら梶原さんから、こんばんは。あ、こんばんは。明けましておめでとうございます。カジお年玉くれ、カジあ、金持ってるから。みんな無視しちゃうのかと思いましたけど、よかった、ご挨拶いただいて。そんな冷たくないでしょ。さすがに。そして、まあ、2人出てきて、はい、こちらの次元の仙人ですね。なるほど。おったが、まあ、相手が2人だったんで、2人を指さしてるというところでしょうかね。まあ、あと、すごい気迫が感じますね、この写真から。オーラが。気迫が。そうですよね。なんか出てそうな感じがするなと思って。で、まあ、試合始まっての、まあ割と3人の写真があまりなかったので、ちょっとこれっていう感じなんですけど、はい、3人の仙人が写った。いじけてますね。そうですね。もういじけた。まあリング下も潜ってこう隠れた。あ、潜ってる。ああ、よかったところでしたね。はい。シニスター仙人のガニ股がいいですね。そういうレスラーなんですよね。向こうでは。すごいコメディ感がありますね、シニスターは。うん、はい。そしてこちらの次元の仙人は椅子を持ち出し。うん。これ写真ないんですが、この後、スカーレット仙女にこの椅子で襲いかかってましたね。はあ、はあ、はい、汚ねえ野郎っすね。おお、いい写真だ。そしてこの後悪そうな感じがしますね。しますね。はい、でエプロンで、これが名前がね、毎回分かんなくなるけど、スプリーム仙人に椅子を持たせてのドロップキックでしたね。素晴らしい。ドロップレー。はい、これでスプリーム仙人はしばらく、場外で、ダウンということになりました。うん、強烈。そして残ったシニスター仙人とこの次元の仙人との、マッチアップになりました。ああ、やっぱ髪がなびいてかっこいいですね。かっこいいですね。なびいてますね。レフェリーがすごいやる気なさそうというか、興味なさそう。そうです。まあ、ね、見てるんですよね、まあまあ、しっかりと。うんうん、はい、そして紐を使って首を絞めるという場面もあったようで。うん、結構汚いやろ。今回結構ラストファイトがまあ目立ったのは、まあ3対1っていうのもあるからかなとは思うんですけどね。そうですね。はい、そんな仙人の汚い面が見えた試合でもありました。はい、そして、シニスター仙人もここで反撃の、ヘッドシザース、フライングヘッドシザースですね。ほう、まあ、やはり同じ仙人同士だけ綺麗にというか、うん、ガッチリ挟まれてますね。ワンカラー、ツーカラーでやっぱね、使う技が一緒だから、波動拳がどっちも出しちゃうみたいなもんですよね。ああ、そうですね。スーピーカラーが。そう、スーピーカラーだ。はい。まあ、これ今度はこちらの、仙人、こちらの次元の仙人の、ミサイルキックですね。得意技でしたね。はい。そういうところで、まあ、優勢に進めたところなんですが、ここで、スプリーム仙人が復活し、ガットショットかな。ああ、確かに。これはガットショットっぽいですね。うん、
さすがにこれ急所を蹴り上げてるわけじゃなさそうだなっていうと。いやでもなんか、うん、スプリーム仙人このぐらいの高さでドロップキックやってた気がするんだよ。あ、そうなんだ。ああ、なるほど。確かにそうかもしれない。腹に入ってたような思いがありますね。で、これ、スプリーム仙人結構、どの写真見ても楽しそうに戦ってるのが、ね、ちょっと印象的ですよね。確かに。戦闘狂なのかもしれないです。恐ろしい、ね。この次元の仙人は恐ろしいですね。はい。そしてこれは、シニスター仙人のバックフリップ。うわー、綺麗ですね、はい。こちらの次元の仙人のフィニッシャーですが、向こうでもフィニッシャーだったのでしょうか。こっちの仙人がバックフリップ食らってる絵がなんか新鮮ですね。うん、確かにそうですね。うん、で向こうの仙人はあれですね、裸足でやってるんですね。今出てきましたが。あ、で、1人2パットが黒とか、やっぱり次元によって差異が生まれてくる。ありますね。平行世界が。そしてこれはダブルブレインバスターを作られているところですが、まあ、そこ着地の後ろに回り込んで、うん、確か金敵があってからの丸め込み2人同時に行ってるところですね、うん、2人とも金敵食らって股間を押さえてパンツが見えてますね、うん、そうですね。だから次元によってやっぱり漏れ出しちゃうんじゃないかって次元によってやっぱり履いてるパンツも違うんだ。千人ってパンツ履くんだっていう。で、そう、先ほどのシーンで、こちらの次元の千人の、時間を止める術が発動されてたんですが、うん、スカーレット千人が出てきて、それを解除され、カウント2で返されたという場面です、ね。なんか天津飯にはカメハメハ効かないみたいな。うん、異能力バトルが繰り広げられた、ね、そんな設定あったんだっけ。あ、天津飯カメハメは効かないですよ。そうなんだ、ね、でも、こちらの次元線に、まあ、普通に1対2になり、ボコボコにされているところですね。前後からダブルチョップ食らってますね、うん、これなんであのセコンドのペンギンさん帽子かぶってるんですか。これはあれじゃない、おしゃれなんだよ。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれなんですね。おしゃれ。あ、なるほど。わかりました。すいません。あれだね。多分この前の前説で被ってて、はい。もうそのままセコンドついたからそのまんまってことだよ。そっか。一回控えるよ、あれがなかったです。そう、もうすぐ試合始まっちゃうから、フィギュア発売で盛り上がった後にもうすぐだったんで、もうそのまんまもうセコンドついたっていう。忙しいですね。お疲れ様でした。あの1000人の入場と見え、他のオープニングの皆さん履けるのがすれ違いでしたもんね。そうすぐだったからね。そうだった。はい、そして、次は、ああ、これはフィニッシュのところですね。1000人と1000、向こうの1000人2人の、合体技、5体不満足なんですが、これ、ジャックナイフが斜めに入ってて、体がかなりイラッと曲がってますよね。うわそうす、関節技みたいになってる。そうそうそう。うん、あとやっぱ、こんだけ斜めに力が入るとね、そのまま起き上がるわけにもいかないから、結構難しいですね、とっさに体をあれするのが。シニスター仙人、なんかシャイニングみたいになってる。顔が。確かに。本当そういうやつ。多分スプリームの抑え方でこう肩上がっちゃうのを必死に抑えてるところだと思うんですよ、ね。なるほど。これでまあがっちり、こちらの仙人返すことできる3カウント、うん、喜ぶ、スプリーム仙人、うん、はい、そしてシニスター仙人との抱擁ですね。めっちゃ仲良くなってきた。これで、ね、あれなんですか、この人たちの次元が元に戻ったってことだ。そうなんですよね、うん、まあ、この後の流れがあるんでちょっとそれを見ながらご説明しますけど、はいはい、まあ一応、うん、何でしょうね、話してたことが本当であればっていうことなんですけど、まあ、なんか、はい、スカーレット仙女が出てきて、はいはい、この次元の仙人を、次元の狭間へ消し去ります。うん、はい、なるほど。そのことによって、この次元の仙人が起こした、名前が分かんない、その次元同士が衝突して片方が消えるやつ。はいはいはい、インカージョン。インカージョンです。インカージョンがあったそうなんですが、はいはい、それが仙人が消えることによって、その歴史自体がなくなるということで、うん、なるほど、この、3人の次元が元に戻るということらしいです。
まあなんかそれを聞いちゃうとちょっと良かったんじゃないかって気も、まあ、うん、逆にまあこの次元の仙人が、あの、なんでしょうね、向こうの次元が消えたことをどうも思ってないというか、救おうともしてないっていうところでちょっとどうだったのかなっていうところあります。確かに、はい、この次元の仙人さんはどうなったの？はこの後あの次元の狭間に消され、いなくなったんで、もういないんじゃないかと思います。いない、なるほど、いないんじゃないでしょうか。消えてましたね。 あれ、ところ天之助と再会できたかな。そうだね。うん、ところ天之助もなんか元気でやってそうだったからね。あと両選手とか対談した選手はあの次元の狭間に行ってるわけじゃないですから。違うんすか。俗世間にいるはずですね。はい、そして、そう、この次元の細く仙人雄介があの皆に忘却の術をかけてたということで、忘却の術が解かれ、この NKW のタッグベルトが復活したと。皆さん思い出したか、思い出しましたか。急に思い出しましたよ。あった気が来る。そんなんあったわ。この試合終わった後に思い出したんですけど、おととし2021年9月の、はいはい、あそこはどこだっていうんだっけ、マジックボックスの古いところ、よりですね、よりでやった大会。はい、忘却の術があまり解けてない感じがしますけど、ね、普通に廊下のうろ覚えかもしれないですけど、そこで忘却の術がかけられ、タックベルトの存在がみんな忘れられてた、うん、忘れてた、忘れられてた、うん、プロレスやっててタックベルト忘れるなんて、いやそんなことがあるんですね、うん、はい、本当に。ただまあこのタックベルトは一つはね今紛失状態にあって片方しかないというようなタッグベルトではあるんですが、まだ僕ら半分くらいじゃない。いや、ちょっと千女ちょっとケチケチしないで2本とも返してくれればいいのに。本当ですよね、うん、これね多分あの思い出したところでもう一個返ってこないんですよね。え、はい、じゃあ2つに割るか。誰が持っているのかというのはちょっと皆さんであのご想像していただければと思うんですが、ここも思い出さないと、忘却の術解けたら。そこ思い出さないと。はい、ということで、これで全部かな。あ、そうですね。以上、第1試合でございましたが、ここで、レスラーズ消失ということで、1000人が、1000人が選ぶというのはどういうことか分かりました。次元の狭間から。はい、選んだものが来ております。来てた、はい、先生、生きてた。わぁ、まずこちら。お、地獄五輪もあるのかな。はい、スプリーム1000人の回転地獄五輪、あちらの1000人は硬いが大きく体重の乗った方々目は脱出不可能じゃったということで、1000人から。あ、1000人からの回転地獄ですね。よかった。反省点が来てますね。来てますね。この試合。文字ならやり取りできる。そしてもう一つが、これバックフリップに行く前の写真ですね。あ、はい、シニスター1000人のバックフリップ。自身の必殺技であるので、わし自身その威力は十分に理解しており、それゆえの絶望が顔に出ておるわというコメント。なるほど。絶望してる。知ってますね、これは。絶望の表情なんですね、これが。なんでしょうね、はい。これ本人からのなのかどうかも我々には判断つけませんが。いや、信じましょう、本人です。はい。うん、そして、ジジさんからもチョイスいただいております。はいはいはい、まずはこちら。はい、これも直接コメントしますけど、まあ、これもう独り言なんで、完全にこう聞き流してもらっていいんですけど、この人、いろいろやらされすぎじゃないですか。こんなのもやんのみたいな感じで、ちょっと面白くて選んでしまいました。はい、なんとも言えぬ表情がすごく印象的です。なんですよね、使い勝手の良さみたいなのを感じてしまいますよね。うん、あと、NKW のね、男女比というものが。はい、一握りだからな。すごいなって純粋に思います、うん、はい、シニスター選手から、うん、あのチョコ選手にもね、チョコ選手、はい、あのチョコさん の, あの妹分のチョコ選手にも出る必要があるかもしれないですね、うん、はい、そうですね、確かに、はい、引っ張り出してこないと、うん、マジか、はい、力を、ね、そして、もう一つチョイスしていただいたの、はい、これあ、やっぱこれ、この写真めっちゃ良かったっすね。これなんか、なんていうんですかね、空中浮遊感というか、うん、ちょっと競争様感が出てる感じの僕これだけ見せられたら、あ、もうこの人ほんと空中浮遊できるんだなって思っちゃうぐらいのこの跳躍力とか、この素晴らしい。あとはやっぱ、あれだね、やっぱ、チャイニーズ映画っぽさもあるね。うん。
ん、ああ、いい、ね。ああ、確かに。とかもそう、そう、カンフー映画っぽいな。すごくいいなと思って、チョイスしました。細子試験の使い手ですからね。そうそうそう。ね。なんかありましたね。別に、まあ、まともな人が一人も映ってないっていうところで。はい、以上が第一試合でございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、続いてどんどん参りましょうか。次の試合に行きますが、出るかな、行きますか。あ、コメントもそうですね、来てるんで、こちらも読んでいきましょうか。はい、コメント、はい、ここからかな。梶原さんから、皆様無事に新年を迎えられたようで何よりです。うん、次元の差が高いよね。本当ですね。一番心配なところですからね。はい、塚木サンダルさん、この次元の仙人様も見られないのでしょうか。見られ、どうなんでしょうね。別の次元から帰って来られればですけど、別の次元なのか、消え去られたのかもあれですが。ただ、天之助はね、なんとなく、なんと復活したようなので、見える可能性っていうのは出てきたのかなと思いますが。二人とも帰ってきてほしいですね。そうですね。はい。でもあいつ、なんか英語ペラペラになってますね。ほんと。びっくりしたわ、そっちに。そうですね。あと背景が台所だった気がする。そうそうそう。あいつ、あれなんかなと思って、ワーキングホリデーとかでそういうのやってんのかって思っちゃうぐらいだ。語学留学とかしてんのかなって思っちゃうぐらいの感じだったよな。ちょっとこれは NKW の YouTube に所天之助からの20周年興行へのメッセージが送られてますので、はい、ぜひそちらでご確認いただければと思います。はい。塚掛三代さんが、残留思念の仙人さんということで。なんでしょうね。ツイッターのアカウントが残留思念の仙人っていうのが今あるんですよね。うん。うん、一番 NKW のリツイートしてくれる人ですね。そうですね。何か意思だけ残ってそういうことしてるんでしょうかね。セフィロスみたいですね。アキラ・カジワラさん、信じることは必要です。うん、何の発言なのかちょっと分かりません。カジワラさん、お年玉に関しては無視するからな。カジワラさん、お金にことはね、ちょっとね。体育座りのゆうでさん、鮮魚に対するメタ発言が。聞き流してほしいんです。一人ごしっとなんでね。はい。ということで、第1試合に対するコメントはこんなところですかね。はい。はい、じゃあちょっとずんどん行きましょう。第2試合、はい、シングルマッチポ勝負 GT vs 違いおかどということで、はい。TIW 対決ということです。はい。はい。こちら早速見ていきましょう。こちらはちょっと主に GT さんにコメントいただければと思います。本当ですか。はい、おぉ、いいですね。まずは入場。いいですね。ファンサをしてくれる選手はいいですよね、見に行ったお客さんから。あ、ありがとうございます、ね。あと、お客さんも顔だけ映すっていう、このセンスがいい、ね。うん。ね、ちょっと恥ずかしいですけど。いやいや、はい。そして、あ、ちょっとあれかな。あ、いいや。あ、これ、あれですね。お互いレイメーカーポーズやり合ってるとこですね。これ、これやり合ってるの。これちょっとマクレガーのつもりだったんですけど。ペンギンさん、ペンギンさんは帽子脱いでますね。そう、やっぱ、急いでたから、あい、その、第一終わってから、俺も、やっぱ、帽子かぶってることを思い出したから。疲れてるそう、あ、帽子かぶってたって。うんうんうん。岡戸選手はもう5、6年ぶりの NKW のリングですかね。そうですね、そうだ。GT さんとも、再会はそれぶりですか。もう本当にそんぐらいだった。だっすね、でリング上での再会となると TIW 以来そうなりますか。いや、あとで、いや、リング上ではなんか電様かなんかのランブルかなんかで一回だけ交わったことがあって、あ、そうなんだ。なんかその時ハーダオン選手とかもいたと思うんですけど、そこで一回だけあります、まあ、なんで5、6年ぶりです。はい、という、開口のシーンでございました。そして、うん、これですね。草プロ王子。草プロ王子ポーズですが、これ相当気合入った草プロ王子ポーズですよね。うん、初めて見ました、ね、気合入ってる、ね。腕があんまり上がりきってないですね。こんなもんじゃないですか、大体。こんなもんだっけ。
なんかちょっとなんか可愛い握り拳してるな。はい、そして、あれ、戻っちゃいましたね。はい、握手からスタートかなと思いきや、これは不意打ちでスタートになります。いや、その前に、ひざく、あごちゃんと入ってるような気がする。本当はあごだ。あごっすね。ガトシャシじゃないんですよ。初回から大学生になった。GT さんが先輩ですよね。あ、そうです。僕が4年の時の3年生。ああ。こんな、こんな、え？本当に、これ、あって。顎に膝入れる、ひどいっすよね、これ。本当に。まあ、間違ってしょうがないけど。中村慎介さん、イグナショフかと思ってたわ。思い出しますよね、大晦日。ああ。はい、そして、序盤は、まあ、早いロープワークからの、選手とロップキック勢いありましたね、これ。まあよかったわ、ダメージ引きずってなさがあっていいわ、まだ。そうさっきの写真見た後だと、ちょっと。なんとか、まあなんとかって感じ。綺麗だ。そして、まあ、試合場外に行きまして、あこの20周年のね、飾り付けの前で。あこれ結構 GT 選手顔決まってますね。顔決まってますね。スリッパーよりも決まっちゃってるかもしれないまあ気合がねそれほど入ってるところだからね。これも結構クレイジーだなと思った。あの、うん、客席の後ろでの、四文字固め、はい、完全固めみたいな感じで入ったのかな。はい、そうですね。あと、やっぱ GT はあれだね、冗談だから体育館の床に背中つけない冷たいからこれ岡本選手相当冷たいです、そうですね、その精神的ダメージが、はい、ね、そしてリング上に戻っても足攻め、これは岡本選手の耐える顔が素晴らしい、これすごいですよね、でもまあだいぶ効いてたんでしょうねこれは。はい、そして、これは岡本選手のクロスフェースですね。聞きはいかがでした？いやもうきつかったっすね。なんかいろいろ食らった後のクロスフェースだったので、結構しんどかったなっていうのはありますけど、うん、まあ体重もめちゃめちゃ乗ってるね。めちゃくちゃ乗せ、うん、はあ、もう真横になってますからね。はあ、うん、本当恐ろしい。いつもよりロープ遠かったなっていうのがあったっすね。はい、そして、ロープに持たせかけての膝ですね、これは。うん、膝というかあれですかね、乗っかりで首をやってるのかね、かかブロンコバスターみたいな、うん、あ、そう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 、うん、ですね。でこれが中盤で出たのかな、中盤から終盤ぐらいですけど、膝をキャッチしてのそうですね、フィッシャーマンのフィッシャーマン、うん、これもきつかった、投げられっぱなししたね、本当怖い角度だ、うん、でも割とそうですね、嗅覚で刺された。そうですね、カウンターなんで GT のね勢いもあるから、うん、あのまま投げられちゃってる感じが、うん、はい、さあそして、バズソーですね、うん、確かこれはもう側頭部、はい、もうほぼ後頭部と言っても過言ではないぐらいに入ってきました、えぐい人だなと思いましたね、うん、そう、岡田選手そんなに蹴りのイメージなかったですけど、まあ、どっちかというと GT 選手の方が、ね、得意にしてるようなイメージでしたが、うん、まあまあでも結構大学の時もバズソーは結構使ってた印象あるので、そうなんだ、もともと得意技なんですね、だったかなと思ってます、はい、なるほど、はい、そして、これはスライディングラリアットですね、あで僕がしゃがんでっていうか、あの伏せてよけたやつ、あこれそうか、あなるほど、なるほど、つかしてるんですね、やっぱこの辺はあれだね、やっぱまあ、某両選手とね、交わってたから、その辺は覚えてるからだから。そうですね。はい、そして、山折り。この顔も使ってますね。でも、綺麗だったね、この後。ああ、よかったです、うん。めちゃめちゃ重かったんですよ、岡田選手が。そうなんだ。80キロぐらいあるのかな。なんで、そんなにあるんだ。僕が50、その時、57キロしかなかったので、もう20キロ以上あるんですけど。あ、体重差、えぐいですね。はい。よく上げましたね、これ。
一応筋トレで、その、まあ、対戦相手によって結構試合前は筋トレのメニュー変えたりするんですけど、このクリーン&ジャークっていう、こう重いものを持ち上げるっていうのをちょっとやってたおかげで、普段よりかは守ってたかな。すごい、そうなんだ。肩の力。この、ふんっていう動きが、うん。ああ、はいはい。そして山折り落ちたところですね、これは。がっちり。ああ、もう、ちょっとがっちり。決まりましたね。はい。でこれがフィニッシュシーン、オカド選手のくるくる落とし、うんうん、ここから、エアプレーンスピンで回して、はい、あれどういう形で落としたっけ、デスバレーでしたっけ、デスバレーのような形でしたね、はい、そうですね、はい、あこれ回してるところです、ね、ランドスライド、デスバレーか、デスバレー、うん、まあシュバインみたいな、ああそうですね、そうですね、うん、はい、で落としてカウント3、これもうがっフォールもこれがっちりいくんですね、めっちゃ乗ってましたね、返せなかったです、うん、はい、これでカウント3で、岡戸選手の勝利となりました、なるほど、まあ、試合後は、握手で、はいはい、ジーテさんいい笑顔ですね、これは、いやなんかガチで泣いてたからこの人ガチで泣いてんじゃんと思ってあその笑いなんそれはそれちょっと人が悪いですねいやいやいやちゃんと握手してくれたなっていう、はい、はい、小川選手マイクで、これがガチ泣きしたマイクですね、ああ、はい、でここのマイクで、はい、ちょっとマイクでね語られたところを、振り返っていきたいんですが、はい、まあ、内容的には、まあ、GT さんのことを正直舐めてましたと。で、もともと TIW の時は、まあ、リングアナの人だったんですよというところから。はい、で、まあ、その後ちょっと気になったのが、俺も今、東北では同じようなもんだけどみたいなことを言ってて、うん、まあ、なんかしら岡戸選手のその東北での境遇というところに思うところがあるのかなというコメントでしたよね。うん、はい、で、その後に、大事なことを言いましたね、岡戸選手、今度のデワプロのタッグトーナメントで、ね、GT 選手と組んで出ますと、うんうん、おー、うん、これは GT さんいかがでしたか、ビッグニュースですよ、うん、そうですね、あ、まあその選んでいただけたのは素直に嬉しいですね、そこは頼むぞ、俺なんて2回戦負けだったんだから、はい、ぜひああやれることはやっていこうかなって思いますね。もしかしたらそうか、トーナメントなんでここで当たる可能性もあるんですね。うん、そうですね。エンジ選手が今年も出ればですけど。うん。そうね。はい。どうなることや。はい。そして、岡戸選手がもう一人名前を挙げた、男がいました。それが、今、デワプロレス、に、うん、出場している、NKW 所属、マネーファミリー、西崎祐希選手。うん。はいはいはい。はい、この選手との、試合を1回戦で組んでくれということを訴えてましたね、うんうん、ちょっとここの因縁がちゃんと分かってないんですけど、うん、デワプロで当たってたってことなんですかね、なんかシングルの試合はネットかなんかに YouTube かなんかに上がってましたけど、ちょっとなんかスタイルは分からない、はい、はい、ということで、まあ、話の雰囲気からすると岡戸選手にとってのリベンジマッチっていうような雰囲気には聞こえましたが、うん、はい、ここが果たして実現するのかどうかということも含めて、デワプロタッグトーナメントも今後要注目というところですね。ぜひとも、はい、はい。そして GT 選手出るからには優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。はい、それはもうぜひやっていただきたいと思います。はい、はい、写真が、はい、あ、来ましたね。これで、はい、ウェスザーズチョイス GT 選手を選んでいただきました。まずはこちら。あ、お、そう、これ、なんか多分スリングブレイドと思うんですけど、うん、はいはい、なんか少年漫画の、野球漫画のこの、すごい、投げた投稿みたいな。ああ、これすげえ、これちょっといいなと思って選びました。うんうん。回転の勢いが分かりますね、この写真だと。確かに。素敵な一枚だな、はい、思います。うんうん。はい、そして、もう一枚こちら。はい。お泣いてる泣いてるみんな泣いてるよっていうとこだな、これ。いや、勝者ですよっていう。ああ、なるほど。そうですね。はい。まあ、これグリフォンさん撮っていただいたっすけど、グリフォンさんは結構、その僕ら TIW の頃からすごい見てくれた方で、で、僕らが、僕がその前回リバサーさんに負けて、で、こうカメラに向かって、はいはい、岡田さん戦いましょうみたいな
感じで行った時に、はいはい、このグリフォンさんがこういうことを言ってましたっていうのをこうツイッターで上げてくれて、でそれを岡戸選手も見てて、うん、じゃあやりましょうっていうふうになったので、もうある種その、なんていうの、こう、まあ、結びつけてくれたそういうキューピッド的な感じの存在の方だったので、はい、そう感謝です。これもうグリフォンさん含めた3人のストーリーになってますね。そうですね、これは、はい。ありがとう、グリフォンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、そう、グリフォンさんの写真がですね、アルバムで上げていただいてたんですけど、はい、ちょっと今回の配信には間に合わなくてですね、はい、来週また残り4試合やりますんで、そちらでぜひ紹介させていただければと思います。はいはい、みんなグリフォンさんのツイッターに急げ。OK、全部ダウンロードしよう。はい。はい、うん、はい、いいね、ということで。いいねレスルスター、WX 第2試合のシングマッチン、GT バーサス違い岡戸の一戦でございました。はい、はい、コメントも来ております。あきらかじらさんからお年玉てんてんてん渡す気ないやん。あ、はい、そういうとこよ年長者まああとはね、はい、はいはい、はい、GT さんはなかなかの男前と。これもかじらさんです、ね、おーあーありがたいしなんじゃねえな。しなんじゃねえ。俺、女の子にしか興味ないからね。ごめんごめん、ちょっと、はい。はい、まあでも、塚家サンダルさん。はい、塚家サンダルさんから、岡野さんの涙が印象的でしたと。はい。見てくれた人には分かる。いろいろ思うところがあったんでしょうね。はい、そしてこれは、岡野さんご本人ですね。お人の悪い方々っていうコメントが。いや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 。いや、だって、足を止めて、膝に、タフに膝入れる人よりは。いや、もう、本当よ。もう、感触を相手で、ね、びっくりしちゃうわな。握手しようとって、膝、こう、お辞儀しに行ったら膝入れられるなんて、もう。本当に、あれ人ですよ。デュアプロタッグ2連覇してますからね、自分って。おそうなんだ。全然実力者。でかい船。いや、もう本当に、本当に抱っこで、ウィンスか僕は組んで、みたいな感じですけど、はい。本当に。まあ、見せてやりましょう。おお。うん。これはもう、優勝候補の威嚇ということで間違いないというところですね。そうだね、もう本当に。はい、楽しみでございます。はい、ということで、2試合が終わったところですが、ここでちょっとインフォメーションの、時間を少し設けたいと思います。はい、そして、はい、多分このペースだと、今日も多分1時間では終わらないと思います。今何分なった？今37分ですね。なるほど。はい。行くぞ。まずインフォメーションでございます。インフォメーションのテロップがどこ行ったの？これか。はい、インフォメーションですが、まず大事なお知らせですね。次回 NKW 公演は 2.5 わらび。夕方から夜の公演になると思います。やったー、はい、こちら、カードなど続報をお待ちいただければと思います。はい、2.5! おぉ。そして、IWB、先ほど話に出た、いわきレスリングプロジェクトと、ゴングコングさんっていうんですかね、これ。これはあれですね、バンドですね、いわき。はいはいはい。の、まあ、コラボレーション、興行なのか、ライブなのか、台湾の台湾、台湾か、これ台湾、なるほど、台湾ですよ。はい、強っぽいさんも乗ってる。え、本当？一番前の方に。あ、本当だ。頑張れ俺っておなじみの強っぽいさんも乗ってるぞ。はい、ね、はい、こちら、来週の土曜日、いわきのクラブソニックで、クラブソニックいわきで行われますね。はい、はい。カードも出ております。見るべきところは、まずは第4試合ですね。タクマチポショグ、ネブタザドリダーとチョコットシュタイナーバーサス違いを岡戸山瀬ということで。なるほど。はい。先ほど見ました、違いを岡戸選手とチョコットシュタイナー選手がタッグで激突。で、組む相手がネブタザドリダー選手という。いや、ネブタ選手、東北の方のプロレス界隈、を見ると必ずなんか試合画像を見るから、うわ、すっごい試合してるな、この人と。うん。いろんなとこで。で、なんか試合だけじゃなくて、イベントとかもやってますよね。うん、クリスマスにイベント、ね、すごい人気者だなと思って。ああ。NK の裏で。ほんと。そう。工業戦争してたんだ。ああ、ほんとに。
はい、そして、もう一つですね、第6試合では、キングペンギン選手出場ということで、キングペンギンエル・ササカマ VS ファイティング原田大二郎ザ・ビッグバクエイと。オッケー。はい。おぉ。あ、SWS タックだ、ね。そうですね。おぉ。あと、里釜選手は同い年なんでね。もうこれはもう、しかも組むの2回目なんで、もう。あれですよ。あれですね、うん、頑張ります。頑張ってください。あ、でも同世代多いから、やっぱ同世代講義をしてほしいですね。やってほしいですね。本当にね。ミスターマネーとリバーサルサワ選手と。あ、リバーサルサワ選手入んのか。うん、キングペンギン選手、エルササガマ選手。恭平さん。あ、いいですね。いろいろ。熱いな。初対面が多そうですよ。で、クズ林選手とか。うん、もうやっぱまだねプロレスを続けてる87年世代でね、ちょっとそういうのができればと思いますけど、めちゃめちゃいいな。本当に一工業できるぐらいまだ活動をしてるんじゃないかと思いますね。見たいな。はい、ということで来週土曜日、はい、いわきですね。はい、ございます。はい、お願いします。はい、そしてミスターマネー、これ来ましたね。10周年記念オリジナルフィギュア、予約1月1日から開始しております。本当に。もうやってんだ。じゃあ今、今日で1週間経ったわけですね、予約から。そうなんですよ。はい。はい。でも1週間経っての予約数は。2万件とか、1件です。1件。じゃあもう、あれですかね、まだお正月忙しいからなのかな。かもしれないですね。はい。皆さんちょっと迷ってるのかなというところではあるんで、今日ですね、特別に、はいはい、皆さんにこの映像でミスターマネーフィギュアをですね、映像で見ようかなと思います。うわぁ。ちょっと待ってくださいね。画面を切り替えていきますので、見えますか？おおうわぁ、本当にある。これちょっと見えますんで、ちょっと待ってくださいね。おこれか。これだ。ペンギンさんのフィギュアや。アクションフィギュアや。イメージ動くアクションフィギュアや。おお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 、可動域もちゃんと動くのがこの首、本当にフィギュアになってると腕、すげえすげえ、そしてこの手首、うん、こんな感じで動きます。うお、めちゃくちゃシュールですねこれ、これは買わないと。ディテールがどこまで伝わるかあれなんですけど、タトゥーのデカールがついていて、貼ってみるとこんな感じの。これが今まだ一人しか手にしてないってことですか。そうなんですよ。そう、後から欲しいって言っても遅いですからね。そう、プレミアムに入らなくなるんで、本当に迷ってる方はぜひっていうところではあるんですが。あと、サイトのすごいですね、台座も。台座がそう、こんな感じでついておりまして。NKW。はい、結構ね、その、台座がないと倒れやすいんで、こう台座をつけて安定して立たせていただければというところですね。はい。そして、サングラス。これまだね、ちょっと調整中のものなんで、あの、実物もちょっと良くなるはずなんですけど、こんな感じでサングラスは外れます。外れます。結構似てる、結構似てる。うわ。うん、いいですね、これは。はい、これ、これまだサンプルですね。で、こっからですね、ミスターマネー、ちょっと、本人が、監修した部分が少しありまして。なるほど。本人が？はい。ヒゲをもうちょっと濃くしてほしいっていう。あ、はい。そのディテールのこだわりが、反映されたものが、製品版として出てきますので。あ、じゃあ本人もお墨付きってことですね。お墨付きなんでしょうね。すごいですね。自分のフィギュア見てヒゲ濃くしてくれってどういう注文なの？買ってくれよな。買ってくれよな。お、かわいい。はい。ということで皆さんぜひ予約の方をお願いできればと思います。はい、お願いします。はい。ちょっと悩む理由が金額だったら買えっていう言葉もありますからね。確かに。うん。そうですね。ぜひとも買っていただきたいなと。はい。ちなみにこれ1万円っていうね、価格があれかなとは思って、皆さん NKW でちょっと商売に走ってんじゃないかなと思われてるかもしれないんですが、完全に赤字プロジェクトですので。赤字だもう、どん
だけミスターマネーのね、やっぱ20周年いろ祝ってるかってことですよね。そうですね、本当に。本当に。これ、まあ、ちゃんと計算してないんですけど、100個売っても赤なんじゃないかなっていうぐらいでやってます。100個売っても赤、うん、が、今まだ1個しか売れてない。待ってくれ。マジで !100 個売っても赤。あら、フィギュア作るのそんなお金かかるんですよ。びっくりしました、ね、ということで、まあ皆さんにね、皆さんとミスターマネーにこのフィギュアを届けたいという一心でやってますので、欲しい方はぜひ。1万円、今1万円ですけど、ミスターマネーがどん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 これから活躍してビッグになっていったら、うんうんうん、どんどん価値は上がりますからね。おー、うんうん、ちょっともうその売り方良くないよ、うん先行投資だと思って。そう。これが。だからそういうの良くない。寝かせておけば、次の20年後には。まあ、ちょっと確かに、うん、これが東道館に並んでるところちょっと見てみたいですね。そうですね。東道館がいくらつけるのか。おお。いや、これは買い取れないですね。あるかもしれないですけど。悲しい。はい、あとはね、送料も無料。って書いてるんですね。確かに。あ、そうですね、はい、無料になっております。小さくていいんで、で税込みだから、はい、本当に1万円札あればポッキリね、ポッキリ、うん、はい、怪しい怪しいな。じゃあ赤字だからこのポッキリにできるってことですよね、はい、ああそうだ、そう、まあそうですね、うん、はい、うん、本当に誰が一つ買ってくれたのかというところも我々かなり気にしてはおりますが、やっぱ熱烈なファンが、はい、いてくれるんですね。最近やっぱね、最近この界隈なんか儲けに走ってるとこが多いですけどね。NKW はアマチュアリズムで、あ、うん、やっぱりね。はい、再三度外視でやっております。そうだ。はい、このフィギュアの予約ページについては、あの概要欄にリンクがありますので、うん、よろしかったらぜひそちらからご覧いただいて、お願いします。たくさん写真が載っておりますので。はい、よろしくお願いいたします。はい、予約の締め切りが来週の、1月15日日曜日、あと1週間でございます。なるほど。1週間だ。はい、1週間。急げー。やばいね。うかうかしてらんねえぜ、はい。はい、悩んでるうちになくなってしまいますので、ぜひ、予約していただければと思います。こうしてる間にも今予約が、どんどんね。うん。うん、コメントが来てますね。つっかけサンダルさんから、時計みたいな資産価値が出る。っていう、そうですね、そういう話です。はい、あの価値上げてくれっていうマネーさんへの応援がどんどん増えます。頑張れマネーっつって。まあ投資はギャンブルなんでね、外れでも後悔しない。あきら梶原さんから購入の検討しようかなっていうことなんですけど。おこのマネー好き。そうですね。そうか。やっぱりね、汚いからここに。落としはくれないけど、出るならマネフィア買うよ。これはマネさん本人ですかね。本当は10万くらい取っていいけどなと。あ、本当。うん、本当だ。まだ10万取れないですからね。あの、ちょっと、投資の。いや、ちょっと考えて、やっぱ10万だとちょっと。10万あったら多分 NKW 呼んで興行を開いた方が。うん、いや、そういうことじゃないんだけどね、フィギュア。違いますよね。これはもう本当に、ここで今1万円で買っとくと、もう、そうそう。10年後には 10万円の価値になってるよって言ったら。なってるよって。いやいや、これは。いや、資産価値の話になってますけど、純粋に20周年言わない？フィギュア。確かに。でね、あの、100年後ぐらいにお宝鑑定団に出ちゃった。ああ、そう。謎のフィギュアがあってね。何ですか、これは。うん。いい仕事してますねって。いや、もうそれ、はい、その頃にはもう日本中みんなが知ってるかもしれないですね、ミスターマネー。あ、あのアマチュアで名を馳せてるね。あの業界一の男。一の男。あの服男で一番になった人とかね。やっぱバーンって相手走ってくやつ。そう。ちょっとこの格好で走ってもらえばね、宣伝になるからね。確かに。買ってくれる人のためにいろいろとやってもらいましょうか、はい、今年は。はい、うん。はい。ということで、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。インフォメーション、だいぶ時間取らせていただきましたが、続いて、参りましょう。あ、ごめんなさい、もう一個ありました。新年なんで、これもやっておきたいと思います。すね、新メンバーは、はい、NKW 大募集中でございます。
レスラー、スタッフ、どちらも大歓迎。やりたいことがある方は、プロレスに関わってみたいという方は、ぜひ、ご連絡をいただければと思います。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。新しい年何か始めてみたいというのは、はい、プロレスいかがでしょうかというところでございますね。いいですね、はい、はい、これさっきのフィギュアとかみたいなのグッズの企画とかもね全然あーそうですね、そう、うん、NKW グッズ最近はステッカーが多く新しく出てるの で、うん、はい、なんでやっぱぜひともね、はい、NKW マーティングマーティングゲーティングゲーティングというにもね、うん、入っていただければと。はい、マーケティング部か。そんなのがあるんだ。マーケティング部、かっこ赤字。ここだけバブルみたいな。何してんだろうなと思う。はい、ということで、次の試合に参りましょう。来ましたね、これが。NKW クルーザー級王座、NKW モストデンジャラス王座のダブルタイトル選手権、シングルマッチ、ポジション部、リバーサル、バサスモスト、青井空次郎。岩沢選手がクルーザー王者、うん、そして、うん、青井空次郎選手が MD 王者でございます、うんはい、はい、こちら見てまいりましょう。まずは空次郎選手入場して、うん、コスチュームが新しくなりましたね。はい、ベルトも似合ってますね。このコスチュームめちゃくちゃ高いらしいですよ、うん、え、そうなんだ、ちょっと小耳に挟んだら僕の新しいフルコスチュームより全然高かったんで、ああ、じゃあ、採算度外視だ、ここも。うん。グレートアマチュアリズム。うん。素晴らしい。いや、はい、そして一方で、リバサワ選手、ベルトを持ってもいつも通りですね。うん。そうですね。ちなみになんか、クルーザー王座の防衛戦を一度 RAW でやってるみたいですよね。本当ですよ。そうなんですか。た団体で他団体同士が NKW のベルト戦してるんですよ。悔しい。ああ、すいません、ちょっと。悔しい。申し訳ない。そして我々も知ったのが最近っていうのはちょっと恥ずかしい。いや、でも、まあ、GT さんいつか取り返せばいいんですよ、取り返せば。ああ、まあでも、反則してますから。まあ、確かに、ね。NKW 事務局通してないってことですからね、我々が知らない。確かに。誰が認めたんだ、そのタイトルマッチを。無断でやってますから。ルーテンス呼べ。おさあ、このダブルタイトルで裁くレフリーは岡田レフリー。おー、ちょっとね、そらじろう選手憧れのレフリーだったそうっていうことで、あ、なんとも入っちゃいます。はい。そして、まあ、試合始まりまして、そらじろう選手の体からぶつかっていくようなエルボー、これは勢いあっていいですね。いや、うん、ちゃんと体重移動ができてるからいいですね。うん。まだまだ軽いのか、リバーサー選手余裕そうな受けですね。はい。そしてこれはだいぶハードだなと。これ筋肉ってますよ。的に見えますよね、まあ、ジャンピングチンチンキック新技ジャンピングチンチンキックキックだ。これはスロー派、スロー派ってことですか。これは悪いやつやな。まあモストデンジャラスですから、うん、あ、そうだ、確かに、はい、反則採点なしだ、うん、岡田レフィーも特に取らず最も危険な、はい、ジャンピングチンチンキックこの序盤に出す技じゃないですね。うそしてまあ、スリーバルトライトなんですが、これ、リバサワ選手、顔が、これもそうなんですけど、他の写真も全部すごい顔なので、ニヤニヤ、ちょっと見てほしいです。なんかでも、頬杖ついてるアイドルみたいな表情して。なんか、ちょっと甘ったるい感じがしますね。つかげサンダルさんから、澤さんは勝った後の笑顔がめちゃめちゃいいんだよなというコメントをいただきました。もう、どの写真見ても顔いいんで。今日はぜひ 見ていってください。ああ、楽しみだ、はい。そして、これは、そらじろう選手の STO ですね。STO か。結構、なんか、持ち技のバリエーションを増やしてきてますよね。そらじろう選手。意外と、小川直也好きなんだなっていうのが、いいですね。いや、まあ、カッキー方かもしれないから、あ、そっか。どっちが好きなんだとしてもすげえな。カッキー好きなんだ。そらじろうトルネード小川です。ああ、なるほど。なるほど。小川はどこから小川は小川なんですよ。まあ、です。ねえ、お母さんの旧姓が。旧姓とかかもしれない。家庭事情はあまり複雑にしないでください。新しい設定があるので。そして、ここで出川選手、首固めで、はいはい、もう試合はこれで終わってしまいました。スリーカウント。はい。もう、じゃあ、写真はもうこれで終わりなんですか。まあね、とはいえなんですが、ここで、まあ、リバサー選手が、ね、クルーザー王座を防衛、はい、そして、うん、第35代 MD 王座に輝くと。くっ
そ、はいはいはい、こんな夏の寝巻きみたいな格好した選手にくそー言い方が入手しちゃったっすね。いかも。そして来ましたね、勝った後の笑顔。あー、コスチュームのお金で言ったらそらジローのが何倍もかかってそうなのにくそまあね、お金じゃないんだろうね、強さって確かに。がここでそらジロー選手マイクを持ちまして、はいはい、まあ、もう一回やらせろと、うん、はいはい、まあ、やらせろと言ってやらせるもんではないですが、うん、そらジロー選手が取り出したのがデンジャーベル、これが鳴ると、そこから、まあ、なんかベースのルール的には、そこから24時間誰でも挑戦できるという状態が続くらしいんですが、うん、まあ、鳴らした人がルールを決められるっていう話だったかな、ということで、はい、ここでデンジャーベルが鳴り、FD 王座戦が、スタートします、うん、はいはいはい、ルール決められるんだ、あ、驚いてますね。驚いてますね。かっこいいですね。でも、今のベルトが、かっこいい。確かに。かっこいい。はい、そして、デンジャーベルになったそばから出てきたのが永田裕二選手、うん。急に知らんおじさん出てきた。なぜつなぎなんだ、この人。確かになんか、びっくりしたわ。いや、薄めで、薄めで見ると、あの、青い柔道着みたいに、なんか、柔道で組み合ってるみたいな。あ、すげえ、はい。柔道着にレガースっていいな。リング上で、そうですね、リング上のちょっとあの言葉があんまり聞き取れなかったんですけど、そらジロー選手が最後のあたりでスイッチ変えよって言ってるのは聞き取れたんです。お前スイッチ変えよって言ってましたね、はい、いいですね、おねだりが。ではその後、まあ、リバサー選手が出てきて、そらジロー選手がいつの間にかアウトしてて、ここからリバサー選手と、永田選手の、やり合いが続きます、うん、あのこの2人で、7分くらいずっとやってましたね。リバサーさんが一番わけ分かってないでしょうね。うん、ここは何にも因縁がないですからね。はい。エルボーを食らってるリバサー選手。これもレフリーストップでしょ、こんな。ギャグ漫画で吹っ飛ばされる時の顔じゃないですか。レフリーストップだよ。で、まあ逆にやり返すリバサー選手ですが、二冠王。この時、そらジロー選手、こんな状態でいましたっていう。虎視眈々となんか狙ってそうですね。うん。うん、でもこれで永田さんがタップすると終わっちゃうんだけどな。そうですね。なんか楽しそうに。いや、じゃない。そうですね。いい写真ですね、これは。そらジローファンのたまらん写真が、うん。いい写真だ。はい。まあ、これはちょっと何をやられたのか。これ、金的ですか、これ。金的なのかな。これ、輪島光一のモノマネをしてるんで。急に。はい、奈良選手がはいって言ったら始まったと。はい、はいってやったらこう、はい、はいで急に和島。そう、和島光一振って、あっ、はい、投げられちゃう。ベジティブフリーですね。すごいな、柔道投げられちゃうんだ。投げられてるんだよな。それかす、あ、でもなんか、はい、抱きかかえられてる女の子みたいなポーズになってる。内股でちょっと。ああ、なるほど。はい、そして、まあ、2人がやれてるところには何か決まった、何かしら決めてきた、青いそらジロー、そらしないを持って接近と、もう危機迫る表情、腕固めをしているところにしないを振り上げ、この永田選手も気づいてるけど、どうにもできない状態ですね、これは。あ、浮気見られたやつ。はい、一発、入りましたね、いい振りでございます。あ、すごい謝ってるみたい。本当、ごめんなさい、ごめんなさい。ただまあしない一発では永田選手、ダウンはせず、顎食いって言われてましたね、これは。顎食いか。顎食いか。あ、これは、そもそもお前にも原因があんだからさ、っていうやつですね。逆ギ。あっところで急にジャックスが乱入してきましたね。しかもセコンドに、セコンドにトリプルレアの。トリプルレア、トリプルレアの。うん、そんな人いたかな。そうそう。はい、そうや、メキシコ人来てたんだ。で、乱入してきて。ダメ、20周年って。ジャックス。あ、言ってたんだ。嬉しいな。ジャックス、これは何でしょう、市内かな、市内か。わかりませんが、はい、ジャックスもクリスマスは理解できるんだって。あ確かに。ふんどしデビルがいつの間にか、あの乱入してきてましたね。確かにね。もう粉金 G のような格好ですけど、サンタクロースの紛争してますね、デビルも。何がしたいんだ、こいつ。これは、あの、向き合ってるのか握手してるのかっていうのが判断つかなかった写真ですね。うん、マイケル・ジャクソンのビートイットみたいな、ね。
ああ、ナイフ持ってね。ナイフ持って。そんなシビアな状態なの。そして、まあ、ラダーが出てきて、うん、3人がかりで中田選手にぶつけていく。ああ、なるほど。もう、標的をみんな、中田さんに、いや、柔道部に絞ったわけですね。うん、なんで今言い直したんですか。いや、もうやっと。この試合は柔道王で一体だ。そしてまあジャックス場外に行ったんですが、これ場外のジャックスとが写真のまあカメラ目線に行ってるというか、撮ってる人と目が合ってるっていう状態だと思うんですよ、ね。じゃあこれ撮ってる人危ないじゃないですか。危ないじゃないですか。ですねうん、まあでも大丈夫か、はい、大丈夫か、ルチャドールがいるの。うん、確かに。そして場外に転がる。なんでしょうね、このあのブーっていう。鳥のおもちゃが、うんはいはい、場外に転がっているということで。なるほど。まあ、そしてリング上では、青井空次郎選手、コーナートップに上り。急に激しい攻防、うん。あはい。手柄大王。キャッチされちゃった。キャッチされてしまいました。蹴る大島には通用したのに。うん、これキャッチして投げに行くのかなと思いきや、ゆっくり優しく下ろしてのエルボーっていう。なんでやねん。おわいいですね。一番この柔道は違いやな。それは本当にそうかもしれないですね。はい、ハードツーそして、サルジロー選手。あ、いい、いい、いい。これは岩沢選手を持ち込んだ椅子ですね。うん。これ、あれ、柔道はなんか縛られてないのに、なんかすごい手が後ろにあるんですけど、これは抱きつこうとしたらってことなのかな。そうなんですかね。うん。なんかちょっとあの、関節がもうこの時点で。あれだっなんかね、あロメロスペシャル食らってるようなぐらい体で取ってるけど、で一回こうサーフボードストレッチストレッチで、そう、大変やなこの人。あ、うん。そしてまあ終盤起死回生ですね。起死回生。はい、うん、これはスリーカウントもいきやす。ここはスリーカウント取れず。あ、そして、うん、かがんでる永田選手にそらジロー選手狙いを定めて、うん、のっかり。あ上を切り、うわ吉谷にくる。これ空中の写真があって、すごい写真ですよね、これ。確かに、すごいな、はい。髪の毛だけ設置してる状態。すげえな、これ。横からもありますが。ね、うわ完全に、うん。うん。しっかり勢いで永田選手回転させてます。はい、そしてがっちり抑え込んで3カウント。やっぱあの、ーー選手も間に合わず。クラッチがやっぱ女子式なのパワーボムと一緒。ああ、なるほど。ああ、そうなんだ。うん、よく見てますね。はい、そして MD 王座は、まあ、これ、あの、試合が2試合目に変わって、MD 王座戦になったので、MD 王座がそらジロー選手ダッシュということで、よかった、よかった、よかった。MD 王者に返り咲いたというところでございます。うんうんそらジローの何がすごいってあれですよね、STO とか吉谷とか、毎回新技をちゃんと習得して、うん、進化して続けてるというのがすごいですね、してますね、うんはい。これも練習の賜物というところなんでしょう。うんはい、そして、そらジロー選手からチョイスいただいてまして、うんまずですね、メッセージもいただいてます。うん第36代 MD 王者の青井そらジローです。今回 NKW20 周年クルーザーとのダブルタイトル戦、憧れの岡田レフリーにさばいていただくという奇跡が揃ったにもかかわらず、不甲斐ない結果になってしまい、はい、ごめんなさい。でも皆さんの応援のおかげで MD を取り返すことができ、クソリポおじさんも成敗できました。よっしゃ。クソリポおじさんというのは、中田竜二選手のことでございます。クソリップ柔道。まあ、この試合の後あの柔道はそらジロー選手にツイッターブロックされたようなので、うんはい、ありがとうイーロンマスクというところでございました。続きいきますか。MD チャンピオンは責任感が重く自分にはふさわしくないのではと思ったこともありましたが、自分の手元に戻ってきたとき、うんはいはい、やっぱり私には MD のベルトが必要なんだと改めて気づかされました。まだまだ未熟ですが、ベルトとともに成長していきますので応援よろしくお願いします。うん、そしてチョコさん、おめでとう、まだ体感おめでとうございます。はい、今年は私たちの年にするので、NKW ぜひ見に来てくださいね。そうだ、チャンピオン同士ですからね、これで。確かに。阿部美穂はチャンピオンにならないですから。確かに。太一と違う。太一もシングル取らないしね。確かに。勝った。
はい、そうですね。ちょっとコメントも来てるんで読んでいきましょうかね。はいはい、かくりゅうくんっていうコメントが来てますが、はい、これ、あの、はい、岡田レフリーのによく似たレスラーが NKW に上がった、かくりゅう選手というのがいましたね。はいはい。はい、そして、もう一つ、ミス神戸廃止記念、父、ビンタ・リカさんから、クソリップおじさんは、別称じゃなくて事実だしね、わらと。事実だわあねーちょっとやっぱ、クソリップ隊長も決めたいですね、クソリップおじさんのクソリップ隊長。まあ、これ柔道確定でしょ。そう、クソリップ大食いおじさんですから。ひどい言われようだ。大食いマウントおじさん。大体事実ではあるからな。何もそれに関しては言えないだ。はい。そして、調査した写真を見ていきましょう。まずはこちら、今回から新ジャケットを着用しての入場、軍服風にしたのはプリンセスではなくクイーンとして自ら戦いに出るという意思の表れでした、ということで、なるほど、調査によると別注というか、特注品ということなんですかね。いや、特注かどうか分かんないですけど、おねが張ってました。数字を聞いたら、すごいなっていう。値段からしても気合が入ってるっていうのは、やっぱクイーンですから。そして、2枚目。これは、この人本当に殺しに来てた。死ぬかと思った。いや、まあ、死ななくてよかった。本当ですよ。来ててよかった。これ同じようなアングルの写真何枚かあるんですけど、はいはい、この、ロープが永田さんの目にかかってるのはこの写真だけだったんで、ちょっと意図的なものを感じました、まあ、一番いいですね、これは、犯罪者感のそうね、はい、吉田ニックで決まったところですね、うんうん、はい、こちらは、今回初めて出したフィニッシャーの吉田ニック、もう体格の差なんて関係ありません、確かに、悪は滅びる確かに明確な悪ではありましたね、はい、父ビンタリカさんから、クソリップおじさん年長者なのにねっていう、まあ、でもやっぱみんなクソリップおじさんって言ってる時点で年長者とか関係なくなっちゃってますからねでもクソリップおじさん何があれって、そらジロー一人に対してずっとこうリップしてんだったら、まあ一途でいいなとは思うんですけど、あ、なるほど、学プロの他の女子にも普通にどんどんねリップしてるんで、あっちゃー柔道はこれはやりましたなね、それ見てるとあーたたたたということで、クソリップおじさんの脅威はまだまだ続くかもしれませんがいないところでこんな言われるか、そう本当だよ、まあ、そのリプラー見ろ、いやもう言われたくなかったらちゃんとしてくださいってことですよ、なるほど、正解正解、お GT もあるそして、GT さんの、はい、チョイスもございます、選んでいただいて、はい、はいはい、まずはこちらですね、これやっぱりアイドルの握手会に本当にやばいやつ来たってやっぱりいいっすよねこれたまんないっすよ、確かに、はい、つなぎだし、そう、うん、これいいですね、これ好きです、僕、はい、さあそしてこちら場外戦ですね、この情報量の良くないっすかこれ何ですかこれははい、確かに、チリだけのふんどしデビル、そしてそのケツを叩くピコハンで叩く子供、それを優しく見守るジャックスとトイプレアの選手、そしてテル大島さんそして手前の いつも手伝ってくれるお兄さんというところですね、なんすかこれ、ええ、まあめでたい、めでたさあるね、そうですね、めでたさあるね、確かにこのね、男の子もよくすごい、顔を一番前に持ってくっていうガッツのすごさ、そう、まあ、確かにくっさかったろうね、ほんと。一番ヒーローです、彼が。この子供がね、一番のヒーローです。チームメイトだろ、お前、チームメイト。だって、チームメイトだろうと、臭いものは臭いじゃん。まあ、臭いチームメイト。子供は第2試合で、岡田選手にチョップした子供。あ、そうですね、はい。頑張ってくれました。はい。さすともう一枚。これは何なんですかね。どういう角度から手合いで叩いてる、ふんどしさん、こっちの腕はゼーって書いてあったんですね。そうなんですよ。左腕は犬だったけど。だったんですけどね。税金のゼーと犬って書かれてましたね。はい。もうすごいシュールで。
あの好きな一枚です。いやシュールでしたね、この2人は。ふんどし先生はマイクで、あの日本人は米を食べるべきだっていうことを言ってた。それもだから、ね、マイクで言う必要ないじゃん、そんなの。まあ言ってることは正しいっていうか分かるんですけどね。必要ないじゃん、そんな。ただクリスマスにお米あんま食べないんじゃないかなって気も。クリスマスだったからか。うん、ライスケーキってことなのかな、ライスケーキ。それか、お米をね、ふんどしさんのご実家で作ってるとか、そういうのかもしれないし。あ、まあ、ちょっとね、また新しい設定ができちゃったのになりますけども。いずれにしても意味がわからないということで。はい。はい、そうですね。そう、ちなみにジャックス選手がね、着てるこの T シャツが、QNKW T シャツなんですよ、ね。はいはいはい。で、これを着てたのは、今回、ジャックス選手と、第5試合の、クレイジーザッコ選手。はい、こちらの試合はあの来週取り上げますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、第4試合の、ダブルタイトル選手権リバーサル澤 VS 青井そらジローでございました。はい、はい、ということで第5試合ですね、3試合目終わったところで1時間以上経ってしまいましたが、こちらで今日の最後の試合となります。はい、NKW 王座選手権シングルマッチ一本勝負第21代 NKW 王者キングペンギン VS 挑戦者ちょこっとしたいなという一戦でございます。はい、はい、こちらね、今日ご出演のお二人の試合になります。早速見てまいりましょう。どっちがったんだろう気になるぜ。ちなみに知らないで見てる人はあのぜひアーカイブの方を見てくださいね。今離脱しちゃっていいんで、うん、はい、確かに試合を楽しんでから見てもらう方がいいような気はしますが、はい、うん、あのね、どんどん結果まで今回は追っていきたいと思います。はい、でまずこちらは、試合の前ですね、オープニングで行われました、まあ、調印式ではないんですけど、まあ、ベルトを挟んでの記念撮影ですね。いい一枚ですね。うん、確かに。はい、オープニングでお二人にはその試合に向けた意気込みを語っていただくという一幕がございました。はいはい、これ僕着てるジャージ、あの弟の高校の部活の時のやつを勝手に持ってきたんだ。そうなの？そう。だからあの刺繍、あのジャージに入ってる刺繍を見ると俺じゃない名前が入ってる。へえ。ああ、そういう豆知識が。ちょうどいいジャージが見つからなくて。なるほど。はい。そして、はい、次行きましょうか。ちょっと待ってください。はい。はい、試合始まって入場でございますね、チョコ選手。まっすぐ見据えての入場と。うん。すごいですね。NKW も紫。うん。このタップに染めてますね。うん、勝手に作りました。うん、いや、これ、非大金ですからね。うん。まあ、もしかしたらコメントがあれば、発売されるかもしれない。うん、ジャージは借り物だけど。うん、はい、そしてディーバの、青井そらジロー選手も一緒に MD 王座を大事そうに抱えて入場ですね。で出てくるたびに お召し物が変わってるのがいいですね。うん、そうそう、ね。あったかそうですね。そんな寒かった、うん。はい、そして一方、キングペンギン選手。お、まあ、いつも あのラブファントムで出てくる時のその帽子ではあるんですけど、うん、これは結構シリアスな表情に見えますね。うん、そうですね、やっぱ。2022年最後を占う試合だから、やっぱ気合が入ってますね。うん、おそして入場してからですが、うん、セコンドの菊門太郎選手もこれポーズはあれですけど気合入ってますよね。入ってますね。門太郎さんもなんかペイントが落ちてきてグラジエーターみたいな門太郎選手第3試合で出場だったんで、その後まあずっとこのままだったんだろうなっていう感じです。うん、そうですね。すごかったですもんね、あっちの試合も。うんうん、はい、そして、シェイクハンドから、うん、はい、岡田レフェリーはちょうどどこ見てるのかわからないですけど、なんか気になったんでしょうね。うん、やっぱ、初めてカジュアルさん見たからかな。あ、ファントムすごい人いるっていう。うん、はい、試合、ロックアップから始まりました。いい、よかったですね、はいはい。ロックアップからのグラウンドという、うん、はい、成功後の立ち上がり、まあ、そんな中でもチョコ選手、見せるのは余裕があったっていうところですかね。確かに、うん、余裕なかったですね。あ、そうなんですね。うん、お
はい、序盤でできたロープワーク、これも早かったですね。そして、そう、ルチャの攻防が序盤で出てきたんですよね。これアームホイップで。すごいですね、これ。うん。本当すごいですね。浮いてますね。ただ、アームホイップ先に仕掛けたのはチョコさんの方でしたかね。いや、やられ、うん、僕ですよ、これは。そうでしたっけ、これは僕です。失礼しました。覚えてます。失礼しました。はい、やっぱりペンギンさんからルチャの攻防を仕掛けていったというところです。はい。そして序盤で出しましたペンギン選手のプランチャー、これ横からの写真が珍しいんで、うん、ちょっと確かにそうですね、これは本当にすごい、やっぱ、うん、髪の毛が気になっちゃいますね。まあまあまあ、いい写真なんですよ、いい写真なんですけど、なんで今手前の髪の毛に目いってるって。そうですね、これはもしかしたら僕の頭かもしれないって申し訳ない気持ちもあります。いやいやいや、あの先ほど公開されてたあのグリフォンさんのアルバムの中にもプランチャのすごいかっこいい写真とかあったんで、ぜひ見に行ってください。チェックですね。お、でも、あ、続いてます、この空中姿勢が綺麗。うん、これみんな、待ったって、待ったって言ってますね、これ。ちょっと待って。早まるなって。そう、早まるなって。早まるなって。もう飛んじゃう。うん、よく見たら、これ、菊元郎選手もいますね、これ。うん。サポート入ってますね。入ってますね。はい、これ、横から見ると、そのプランチャの飛距離っていうのが分かりますよね。ただ、上に飛んで落ちてるだけじゃなくて、うん、結構前に飛ばない。前にも。うん、確かに。そしてまあリングに戻って、チョコ選手のブレーンバスターですね。ああ、これは高速ブレーンバスター、うん、決まってますね、これ決まってるね、これは。これしっかり足が地についてブリッジいってますね。はい、確かに、はい、そしてテイクドロップキック、これもがっちり入ってますね。俺やだな、本当だ、俺も嫌だな、もう終わったからだけど。これ黒側嫌ですよね。そう、これ今座っててね、後ろからこれ来ると思うと嫌だなって思って。見えないのが嫌っすよね。うん、そう、ほんと。あれ、ね、ここはペニー選手反撃のネックブリーカーとの。ネックブリーカー。綺麗でしたね。はいはい、これやっぱりヒラヒラがついてるんで、コスチュームに。すごく体重が全部乗ってます。うん、これもで、まあ、場外に出たところ、レトロに出たところをチョコ選手が、まあ、ロープ越えで、これロープの上からドロップキックいってるんですよね。すごい、うん、すごいと思う。で、これでペンギン選手場外に落ち、はい、そしてその場外のペンギン選手にトップロープからトペコン。いや、これは本当に攻めの一撃でしたね。本当に。でこう落ちた後はチョコ選手もダメージを受けてるように見えたんですけど、うん、やっぱりあのドロップキック一発じゃあんまりペンギンさん、ね、足止めできな、ダメージ的な足止めできなくて、直前で十分だったけどな、十分だったけど。そう、直前でシュッとちょっとあれされてビタッ、あの何、やっぱりダメージが足りないから、元気だから逃げられて、そう床にビターンっていきました。いやもう本当、でもこれは本当食らいましたよ、本当に。ここでだいぶもううわーって思いましたもん、うわーって試合中に心がやっぱ 30% ぐらい削られたと思ってた。これは結構削られてるじゃないですか、本当に。きつそうです。はい、そしてまあリングに戻ってから、ちょっとごめんなさい、これはね顔が面白かったんで選んじゃいましたが。その選んだ理由、選んだ理由や。サマーソルトドロップに行くところの、ああ、なるほど。はい。あ、でもこれから飛ぶってなると、こういう感じですね。がっちり乗ってますね、これも。そう、だから後ろに戻っちゃってますからね。うん。うん。はい。はい。お、決めたい、腕固めをしながら。結構この辺はペースを握った感はあったんですかね。そうですね。ちょっとここは余裕を持てました。ああ、やっぱ、引いてるな、30% が。攻め込まれてますね。はい、ここはソバットがドテッパラに入っております。これもいい。で、さらに攻めが、ここ結構。あ、テイクパームじゃないか、これ。テイクパーム、パームじゃなくて、テイクのヘデックですね。なるほど、はい、ここから、こういきます。
ドーン。うわ、刺さってますね。刺さってるさっき立ててた左パワーボムできてたら勝ってますこれさっきのちょっと再戦の時はそれ要注意ですね。ヘレク返し、ね、ヘレク返し。はい、そしてコーナーの攻防を経てなんですが、ここはペンギンさんが打ち勝ち、コーナーブレインバスター。すげえなこれ、本当にここはもう気合いの一撃ですね。そうですね、素晴らしいです。ちょっとこの攻防は後で触れていくかと思います。はい、そしてまあお互いまあイーブに戻したというところなんでしょうか。エルボーの打ち合い、膝をつきながら、エルボーじゃない、これ張り手だ。そうですね、確かに。はい、ここらあたりからもう感情が出てきましたよね。うん、もう何しろ構ってらんない時ですねこれは。うん、島さんの勢いのマーク・ペンギ選手、コールブリーカー。あ、そうですね、これダブル膝蹴りじゃないですよ、コールブリーカーです。そのままガン。うわ、これはこれは恐ろしかったですね。コーナーへのパワーハッカー、覚えてるわこれ。意識飛んだわここで。あ、そうなんだ。そう、その後ラリアットで意識戻ったわ。ラリアットしなかったら勝てた。そこでこのままクリアだったわ、本当に石飛んで、もう。トゥーマッチだったっすね。そう、ラリアット来たら、もう、パッとやったから、その後やっぱ僕、ありがとうって意味でラリアット入ったもん。そうなんだ。なるほど。すげえ試合。あ、これそうか、順番的に違うかもしれないですけど、ニールキック、後頭部に行ってるやつですね。すごいっすね、これ。うん、オナハマで担がれそうになったんで。あー、なるほど。その場でニールキック。そうですね。後頭、はい、ペンギンさんの後頭部にかかと思いっきり入った感触がして、やったーっていう。これはもう、しまったーっていう。太陽ケアもびっくり。本家本元。うん、はい、そしてちょっと順番前後しちゃいましたが、さっきのタワーハッカーの後のこの意識が戻ったラリアットですね。そう、蘇生、蘇生ラリアットだ、これ。蘇生ラリアット。うん、そしてこれがあれ、ありがとうラリアット。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 そう。さらにラリアット返しましたけど、これは何ラリアットだったんですか。どういたしまして。どういたしましてラリアット。本当に、こう、ここのね、やっぱラリアットで会話できるのがやっぱね、NK レスラーですね、これは。うん、そうですね。ラリアットはもうチョコさんも、あのホームランが、フィニッシャーです。あ、そうだ。ペンギンさんも、ナルト海峡。そう、ナルト海峡があるんで、お互いラリアットの使い手ではあるんで、ここはちょっとお互いの意地が見えたのかなと思ったら、うん、そんなありがとうどういたしましてっていうね、ことがあったとは思わなかった。やっぱ、会話しますね。そんな会話があったのか、ね、相手のリスペクトは忘れない。おお、おお、そうそう、これは飛びついての、カーフブランディング。いやー、その場飛び式のカーフブランディング。そうです。うん。確かに。よかった。そうやってること。はい。そしてバカタレスライディングキックですね。うん、おお、サキ選手にこの技を食らったんですよ、シングルで当たった時。あ、そうなんだ。で、それが効いたんで、あ、これはなるほど、いいぞと思って。うん、そう、ガクプロクサプロで言うと、そのコンチ選手があのバカタレの使いたいっていうイメージがあるんですけど、 そうですね、そこまあ、ちょっと特に意識はなかった感じですか。うん、コンジさんと、まあ、ガクプロ、草プロ、ガクプロでいうと、あの、お尻田尻虫さんとかも、うん、ああ、そうか、そうか。ありましたが、サキ選手ですね。サキ選手じゃない。なるほど。はい。そして、これは高かったですね。そうですね、確かに高い。ダイビングニードロップ。これも、これでサキ選手に負けたんで、で、うわー、死ぬと思ったんで。そうか。そう、カワイルドニードロップ。カワイルドニードロップ。を、だから、ペンギンさんにも同じ思いさせようと思ったら逃げられちゃう。なるほど。これはでも、あれです。世界の表し感がありますね。うん。確かに。テキサスコンドルキック。うん、テリーマンの。はい、あ、そうなんだ。はい。そして、これ、そこで膝痛めたところを、すかさずペンギン選手、足から、行きまして、もう本当に、はい、これ STF です、ね、うん、まあこれファントム梶原見守り式 STF。 ああ、じゃあちょっとあれですね、変形なんですね、やっぱ変形で。この試合ファントム梶原おとなしかったですよね。あ、確かに確かに。余計なことはするなと、うん、ファントム疲れてたかもしれない。
あ、来ましたね。そして来ましたディープインパクト。ディープインパクト。これも決まるかと思います。僕も決まったと思いました、これで。がっちり入りました。はい、さらに、オナハマシードラップ。ああ、いいですね。ど終盤でしたけど、もうフォームが安定してて。いや、本当っすよね。綺麗なのね。チリ入ってますね、これは。うん、じゃあ、これで終わったんですか、試合は。終わったかと思いきや、まあ、まだ終わらずに、今度は、クロスアームを狙う。クロスアーム、ここまで切り出して。うん、これで、恭平選手からベルトダッシュした技ですよね。そうですね、やっぱこれはもう、はい、これ決まればというですね、これは。ただこれはチョコ選手が出させず、垂直落下式ブレインバスターですね。垂直っぷりが分かる写真。確かにもうこれは、もう、確かにこれでもう、やっぱ30ぐらいまでになっちゃうんですね、残り第1ポイント。メーターにすると。割と明確ですよ。うん、これはもう本人が言うから間違いないです、うん、あれまあそしてもうお互いまだあるってこれところではありますが、はい、気合い入れて気合い入ってるのか腰痛い時の僕ですねポーズと顔が後者な気がするなさあそしてペンギン選手も立ち上がります、ね、これ勝った後の写真ってことかあ違うですねもう覚えてないじゃないですか。もう本当。ドランカーじゃないですよね。その質問その質問はちょっと。まあでもそれだけラリアットやってましたよ。ますし、今年もハードな試合ばっかりやってますからね。本当に。はい、で、これで、はい、そして来ましたね。もうちょっと、はい。これはもう殺人エルボーが。ね、ペンギンさんもなんかちょっと待ってみたいになってます、ね。うん。ちょっと話して話しようって。そう。そうなの。これは違うんだよみたいな、ね。いやだってここに来るまで結構チョコのエルボーを対策してきたと思ったんですけどね、僕は。うん、ここはもう完全に入りましたね、エルボーが。でもこの時あれなんですよ。僕起き上がってペンギンさんを起こそうとしたらクリンチっていうかこう。してきたんで、あ、はいはいはい、そうなんだ。あのエルボー対策、頭を持って押して距離を取るっていうのをしてると、ね、まあやっぱね、クリンチしてればレフリーが止めるまで休みますからね。あ、でもまあ大事戦術として、まあ、ここら、うん、大事です、ね。そう、もうびっくりしちゃって、まだこんだけ体力あるのかと思って。このエルボーでダウン取られ、フォール取られるんですが、ここはワンで返しましたペンギン選手。もう気合いのね、もうここもうこのエルボーさえ耐えればと思ってたんで。うん。びっくりした。もうこの後見てくださいよ、はい、これですね。これなんだ。はい、これがあのランニングで入ったエルボーですね。もう本当にびっくりしましたよね。もうこのエルボーさえ耐えれば勝てると思ったら、もうまさかのエルボー祭りこの後にもうびっくりしちゃってやばかったですねこれ。あの本当にフィニッシャーですけど、そんな軽い感じだったんですか。いや違うんですよ、うん、あのさっきの一発さえ耐えてカウントワンで気合で返して、うわあ、もうエルボー耐えたぞと思ったら、もうバンバンバンってもうすごい、もう2007年もうびっくりするぐらいこう肘が右肘左肘でも交互に来るからちょっとびっくりしちゃって、はい、びっくりしちゃってもうクラクラになっちゃうんですよこれで。もう完全に来たっすね。クラクラになったところにチョコさんがロープに飛んでのランニングエルボー、これも体重乗ったのが一発入りまして、これで3カウントということで、なるほど。確かに家ベルトなかったわ。記憶が止めたのかな。忘却の術。ちょこっと忘れてきたんだと思ったわ。これまずいってちょっと。会場で忘れちゃったかなと思ったら、そういうことだったんですね。見つかってよかったですよ。まあ試合終わった後は2人ともしばらく立てずでしたが、チョコ選手はね、立てないながらも、カメラへのアピールを忘れずにという、いい写真ですね、これも。これフィニッシュエルボーはちょっと三沢選手とか意識されてたりとかしたんですか？まあ、あのエルボー得意な選手の試合はもうめちゃくちゃ見るんですけど、なるほど、もうなんだろう、エルボーエイってもうエルボー連打してる勢いで、もう勢いつけていくぞーと思ったら、もうずっとエルボーの腕になってたんで、もうあのアックスボンバーとかじゃなくて、もうそのままそのままいった、はいはいはい、反射的にもうそれでいったわけなんです。なるほど。まあ、一番自信のあるエルボーで。うん、ああ、いい写真だわ。そうか、こんなことがあったのか。
完全に記憶飛んできたんじゃない。まあ、これは、そうですね、チョコさんにとっては、まあ、NK のベルト、かなり思い入れの深いものということです、うん、今まで語られてましたが、その思い入れの深いベルトを手に、ようやく手にしたところですね。そっか。そして、勝った後のマイク。お、この2人ともベルト持ってるのがいいですね。いいですね。今、一番いいユニットなのかもしれないですね、実力的に。うん、確かに、一番。あれですね、発言権があるユニットになってるんですね、うん、もうこれで、はい、そして次の、挑戦者に指名したのが、エル・イホデル・パンチーラ選手。エル・イホデル・パンチーラ、はい、もうなんか世代が動いてるって感じがしますね、パンチーラ選手は。そうですね、チョコさんはそのパンチーラ選手の練習量というか練習への参加意欲っていうんですかね、うん、そのあたりを評価してということではありましたが、うん、パンチーラ選手はもうこれ狙ってる目をしてますよね、うん、確かに選んじまったなって感じのかもしれないね、うんうん、確かに、まあ、元 UWF チャンプですからね、うん、実力は十分というところでしょうか。はい、そして握手ですけど、うん、あれですね、パンチーラ選手もやっぱりベルトに目が向いてますね、うん、確かに選んじまったなって感じですね、うんうん、これ見てるとペンギン選手結構元気そうですね。あ、本当ですね。これ、そうな。これは、おう、神よーってやってると思って。あ、そうなんだ。何やってんすか試合後に何やってんすか。神様がって、神様が見えるぞってやつ。あ、じゃあ、これ意識飛んでるんだ。ああ、そう、意識飛んでて。あ、それは、なんで誰も救急車呼ばなかったんですか、それ。そう、本当に。あ、と思ったら。よく見たらカズ様だったっていうね。これ人に違いだ。ああ、本当に。あ、カズ様かと思って。意外と冷静ですね。まあ、カジ様も神様もね、ちょっと光り輝いてる。まあ、確かに。まあ、そうだね。やっぱ、うん。輪っかじゃないけどね、カジ様。ということで、まあ、締めはね、チョコ選手やるのかと思いきや、ミスターマネー選手の託し、エザツルト NKW ミスターマネー選手の温度で、締めというところで。いや、これ、ペギ選手だって、ペギ選手もたらへん。もう本当、上がってる時だね、これ。あれ、神様どこ行った？こんなやってる場合じゃない。あんなに元気だったのに崩れ落ちてる。もう心配になりますよ、こんな。でもそう、なんか僕が締める雰囲気になってたんで。そうだよ、もう。でもじゃあ僕がお客さんの立場だったらミスターマネーに締めてほしいのにと思って。いやいやいや、そんな、いや俺今ここで、ね、ここで俺が締めちゃったら帰りにミスターマネファンに袋叩きにされそうと思って。いやいやいや、もうワールドカップに負けた南米のファンみたいな。でもまあマネさんに締めてほしかったんで。いやー、なるほどね。いやー、これも気持ちが嬉しいですよね、うん、すげーカメラマン頑張ってる姿勢が、はい、あ、そうですね、左が、うんと、うん、全部を収めようとしてる。いや、本当このカメラ、あのカメラは、遠藤昌三さんにやっていただいてるんですけど、うん、ああ、そうなんですね、なるほど。毎度あのいいアングルで撮っていただいてありがたいですね。本当にありがとうございます。そしてまあ試合後の記念撮影の場面ですけど、ああ、そうなんです。これ試合中じゃないですね。これ付き合ってこれダラダっていうあれじゃないです。ね、はい、あの、まあ、多分チョコさんは意識がちゃんとあってね、あの何かしら会話をされてたと思うんですけど。うん。まあ、トップシークレットですけどね、内容は。ああ、やるぞって言ってるから、その時に。まだ、まだやるぞ、まだやるぞ。で、打ち上げの会場知ってますって聞いてる時です。もう分かんない。もうそんなことじゃないよって言ってる時ですね、これ。最後なのか。え？はい、ということで。なるほど。はい、写真はあのこれからチョコさんに選んでいただいたものをいくつかご紹介していきたいと思います。コメントもね、はい、もういただいてるんで、おお、これも一緒に見て。かっこいいですね、これ。マイケル・ジャクソンみたいな、うん、マイケル・ジャクソンですね。まさにマイケル・ジャクソン。あ、本当だ。これ額に入れてペンギンさんの実家に飾るべきではと。確かに、うん、やっぱね、ポケットないけど片手ポケットに入れてるように見えますね、これ。うん、
かっこいい。あの、周りもちょっと黒がかって、ね、そういう感じになって、うん、かっこいい。あ、これは本当、額に入れて、お父さん、お母さんにプレゼントしようかな。うん、あ、素晴らしいですね。マイケル・ジャクソンだよ。あ、まあ、息子の顔映ってないですけどね。北野武史だよ。タップダンスなのかな。はい、そして、来ましたね、これ、さっき言ってたコーナーの攻防のところですね。はいはいはい。はい、クリーンファイトの申し子のようなペンギンさんから、まさかの下からの頭突きを食らったところ、予期せぬ攻撃だったので、めちゃくちゃ効いた、王者の意地が見えました。ああ、本当に。顎に頭ぶつけてくるっていう、怖っ。ああ、やっぱ、今回のやつの興行は、やっぱみんな顎狙うね。顎を狙う。急所ですからね、やめてください。はい、それぐらいやっぱちょっと僕ももうあれでしたね、意識がというか無我夢中だったということですね、うん、まあそうですね、ここまで結構チョコさんの何でしょうね、流れが続いてたところでの起死回生の一発だったっていうところではありますかね。でここから先ほどのコーナーブレーンにつないでということで、うん、なるほど、はい、という場面でございました。はい、そしてうわー、いい写真、いいですねこれも。うん、楽しそうな僕、そしてひょっこり顔を出す楽しそうな、ああ確かに、明治安田生命の CM にこの写真で応募しよう、小田和正を聞きながら見るべきだと。ラー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 の CM に出しましょう。確かにそうですね、これは確かに対されるわ。いいですね。いやもう今年最後締めたのはこのユニットでしたね。ユニットなのか、確かに、まあ、個人とディーバですけど、チームなのか、うん、はい、いい写真でした。そして、パンチラ選手のアクションの写真、カリムの帰りを待ってるけど、そんな中また一人 NKW で僕に後輩ができるのだろうか、これからの NKW を引っ張るってパンチ以来言ってたし、期待してもいいんじゃないの、もちろん初防衛も期待してくださいと言ってましたね。そう、指名したらまさかのこれからの NKW を引っ張っていくつもりなんてみたいに言ってたんで、うん、スーパー確かにってことはと思いましたけど、はい、うん、ちなみに入団はしてないですね。パンチラ選手フリーです。なるほど。しろー、入団しろー。いや、まあもしかしたらベルトを手に上げにってことはあるかもしれないけどね。まあ本当に次第だけど、うん。一旦フリーに流出してから入団っていうことなの。いや、だからやっぱあれじゃないですか。ベルトを持って、うん、NKW のチャンピオンって実績あるんですけど、どうですかって違う団体に売り込みに行くかもしれない。ああ、なるほど。いや、俺はやっぱあれかな、やっぱそのベルトを取ったら誰も逆らえないから、やっぱあれじゃないですか、もうみんな用意してくれるじゃないですか。あ、だから今はゲット参戦でみんなに用意してもらってるから、ベルト取って入ったらもう俺が一番強いんだからっていうので、発言権を手に入れてから、そう、独裁者だ、彼は。ペニーさん、王者時代ってそんな用意してもらえてました？いやもうすごい優勝だったじゃないですか、みんながもう。ね、練習30分遅れてきて、お前らやってっかって。で、打ち上げの時、ペンギンさんに乾杯しに列ができるんですか、長蛇の。そう、もう。もういいやいいやって言ってたけど。ペンギンさんに挨拶してからじゃないとみんな口つけられないですけど、並んでくるんです。さあって、うん。お前まだだなってね。まあそんな場合ですけど、もし入っていただけると。よくありましたね。はい。はい、ということで、はい、メインイベント、NKW 王座選手権シングルマッチポ勝負、第21代 NKW 王者、キングペンギン VS 挑戦者、ちょこっとシュタイナーの一戦は、ちょこっとシュタイナー選手の勝利、そして、第22代 NKW 王者に輝いたのは、ちょこっとシュタイナー選手と。やったーということでございました、はい。ありがとうございます。嬉しいです。そうっすよね。はい、はい、これで、まあ、今日の、全4試合見ていきましたが、1時間半かかってしまいましたね。はい、長くなってすみませんでした。はい、はい、どうでしょう、この興行もう2週間前になるのか、結構経ちましたけど、うん、終えて皆さんいかがですか。いや僕は今日今この配信で聞かされるまでスプリーム1000人とシニスター1000人逆で覚えてたんで、ね、なるほど、ちゃんと覚えられてよかったです。よかったです。そこで大丈夫ですか、あの新チャンピオンのコメント。うん、いや、はい、はい、大丈夫です。はい、はい、一方、ベルトを失ってしまったペンギン選手ですけれども、はい、まあでもまあ興行
まあ別試合負けたのはね悔しいですけど、興行としてはまあ20周年をみんなそれぞれのスタイルで祝ったいい興行だったんじゃないかなと思います。はい、はい、はい、そうですね。そして、こちらも思い入れの深い一戦を戦い終えた GT 選手。はい、なんか、まあ、純粋に楽しかったなっていうあれにつきますので、もう2023年も本当に楽しくあのプロレスができたらなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。こちらもね、はい、2023年のその大門選手とのタッグも楽しみになるところではありますね、はい、そしてもう一人あの GT 選手といえばあの名前を出した人がいましたね。はい、はい、でかい一物選手ですよね。そうですね、はい、でかい一物選手もあの僕とずっと戦いたいというふうにおっしゃってくれてますので、はい、あれ聞こえます？大丈夫ですか？大丈夫です。すごいですね。大丈夫です。聞き入ってたんで。はい、あのそうですね、まあ今年戦えればなという感じで、うん、はい、なるほど。いや結構ね、シーレンのカードが続くけど、はい、まあ、その頑張りたいと思います。 対戦相手によってやっぱ体が変形するって話があるんで、大丈夫です。いやいや、まあ、鍛え方を変えてるっていうだけですけど。ああ、そうですね、そうですね、はい。はい。はい、そしてコメントもいただいておりますね。はい、すみません、ちょっと読めてなかったですね。ここからかな。ごめんなさい、クソリップおじさんは悪っていうところから読めてなかったですね。クソリップおじさんは悪、正解。はい。通り。つかげサンダルさん、メインはモンタロウさんの献身的な掛け声も激アツでしたね。はい、ああ、そうですね。確かに。僕もよく聞こえてましたね。うん、本当に。まあ、でね、まだ上を目指していけると思ったんですけど、つまずいてしまったんで、また一から、来年は、はい、やっていきます。うん、今年、ごめんなさい、こちら一からやっていきます。はい、はい。そして、同じくつくサンダルさんから、試合中に撮影タイムを作ってくれるチョコさん。はい、うん、ああ、優しい、うん。確かに絵になる瞬間が多いですよね。うん。悲鳴みたいな。みたらを、うん、素晴らしい。なら良かったです。同じくつかけサンダルさんから、千人さんの忘却の術をチョコさんも使えていた。まあ、細越試験の継承者ですから。そうだ、継承者です。なるほど。そうだ、うん、うん、はい。特訓しましたからね。体育座りのゆれさんから、神よわらわらわら。ああ、そうね。やっぱそういうこともありましたね、試合中。覚えてないけど。うん、試合中でもなかったような気がしますけど、いやそうです、ね、ちょっと一旦試合後、休養が必要です。試合後にね、うん、確かに。2月までには勝ってくるんで、元気な感じで。じゃあ、皆さん、来週だな、来週だな、来週まで試合になるんで。NKW チャンピオンは僕ですけど、はい、兄さん、MWGP 三冠王者ですから。あ、そうなんですよ、ね。そうそうそう。まだまだ、まだまだチャンピオン。3回チャンスあるから、俺は。あ、一個ずつ防衛。一個ずつ防衛。もしかしたら切り売りするかもしれないけど。はい。はい、一本だよ、一本からだよって。詳細がすごいな。はい、つかけサンダルさん、おめでとうございました。これはチョコさんに対する。ありがとうございます。あ、すみません。僕じゃない。ありがとうございます。はい。ということで、コメントもいただいておりました。ありがとうございます。はい、そして、ありがとうございます。皆さんの撮っていただいた写真で振り返りをさせていただきました。本当にたくさんの写真をアップしていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ペンギンさんがいなくなるんだよな。頭下げると。あ、そうなんだ。でも後ろにね、ペンギンさんのご家族が写ってますから。そうですね。あ、こちらもこれ家族だったんだ。そうですよ。だから額縁、今なら額縁あれば撮ってんだけど。ご実家寒そうですね。本当に、はい、厚着してますよ。だから厚着、はい、暖房とかなさそうですけど大丈夫ですか？うん、大丈夫だ。この寝るシャツがあればもうなんとか過ごせます。今年は強い方ですね、はい、あ、今年はか。うん、またやっぱどんどん、はい、行きましょう。いつも、はい、そろそろ終わりましょうか。だいぶ長くなって申し訳なかったですが、はい、じゃあ今年はあれ新チャンピオンとなったチョコとしたな選手に今回今年一発目の NKW YouTube ライブショーを締めていただければと思います。はい、じゃあ皆さん行きます。はい、Are you ready? イエーイ。 That's good NKW バイビー。